はい、どうもこんにちは、ベルプリです。今日はちょっとしたリクエストなんですけれども、シンジさんという方からリクエストをいただきました。まあ、ここ最近ちょっとね、雪が降ってるっていうニュースをね、結構聞くんですけれども、これね、愛知県での話なんですが、乗ってる愛車の方がですね、なんか大雪降った時に、おそらくね、ライブの中でちょっと聞いたんですけど、ここですね、フロントカウルトップ、まあ、この辺がなんか浮いてしまったということで、ちょっとその辺に関してね、なんか対処法ないかということで、リクエストいただきましたので、今回、私が分かる範囲なんですけれどもね、ちょっと動画でお伝えしてみようかなと思います。ではちょっとね、ボンネットを開けますね。ここなんですけど、ここがフロント、カウルトップっていう部品なんですけど、これトヨタの場合は多分ここですね、クリップ式で止まってると思います。あとね、奥の方なんですけど、見た感じこれどうかな、爪とクリップでね、多分ついてると思います。これ外せるかな、これ蓮見さんだったら多分簡単に外すと思うんですけど、なんかね、私がやっても取れそうな感じはするんですけどね。向かって右側の方はこっちのパーツに引っかかって上がらないようになってるんですけど、こっちはおそらくね、クリップか何かで止まってると思うんですよね、多分ですけど。なので破損して浮いてしまった場合は、最悪本当ここの部品の交換になると思うんで、やっぱりね、ディーラーさんに持っていくのがね、近道だと思います。ただ助手席の方なんですけど、ライブの中でもね、お話をしたんですけど、これ助手席のオットマンなんですが、まあ、この中でもね、今画面中央ですね、ちょっとピント合ってないかもしれないですけど、白いクリップが見えると思うんですが、まあ、こういったものでね、結構簡単に止まってるんですよ。だからこれが破損してしまうと多分パカパカしてしまうんですけど、オットマンに関してはね、2箇所で固定してました。それがちょっとね、格納するときに下にゴミ箱があってね、クリップをちょっと破損してしまったんですけど、うちは元に戻してね、まあなんとかなりました。今ここの部分持ち上げたんですけど、やっぱ爪ですね、クリップというよりかはこれ爪で押さえてあります。なのでこれ入れてやればね、固定できるんですけど、割とね、これ作りがまあラフというかね、動きますよね、動き持たせて作ってるなと今回ね、外してみて思いました。パーツを固定するのに、まあ、爪とか、あとそうですね、クリップって結構使われてるんですよね。ここに関しては爪でしたけど、まあ、先ほどのオットマンはクリップですね。あとはバンパー、まあ、こういったバンパーもね、意外とそのステイに対してクリップなんかでね、止まってるのが多いと思うんですよ。本当走行中それで大丈夫なのかって思うぐらいなんですけれどもね。なのでまあ爪を変えてしまった場合、まあ、クリップが破損してしまった場合はね、パーツ交換するしかないですね。というわけで今回はカウルトップサイドに関してね、シンジさんからリクエストいただいたんですけれども、すいません、まあ、この程度しかね、お答えすることができませんので、まあ、あまりにもね、ちょっと浮いてしまって気になるようであれば、ディーラーさんに申し込むことをね、お勧めします。というわけで今回はライブ中にいただいたリクエストに関して動画の方でお伝えさせていただきました。今後もこのような形で動画の方をどんどん作っていこうと思いますので、気になる方いらっしゃいましたら、チャンネル登録の方ポチッとよろしくお願いいたします。あとリクエスト、ご質問等ございましたら、お気軽にコメント欄の方にお書きください。では最後までご視聴いただきありがとうございました。ベルプリでした。ではまた次回の動画でお会いしましょう。